バト好きな俺の起点動画始めていきたいと思います。久々ですが、今日はですね、新しく発売されたマールボロの、8mm のクリア、マールボロクリアの 8mm ということで、値段が440円、コンビニで売ってました。スムースの常識を塗り替えよう。スムースってのは何なのかわかんないんですけど、まあ、こちらをね、先ほど、コンビニで買ってきましたんで、早速吸っていきたいと思います。ライターがついてきました。これ以前俺が持ってたこのターボライター、これはタバコ屋さんでもらったやつだね。これに非常に酷似してますね。ちょっと軽いけど、ほぼターボライターなんだよこれもね。買った、あ、一応ターボ、ターボライターですね。ちょっと火力が弱い。今ね、昨日、うつ病の薬を飲み忘れて、ちょっと、頭が今すっげえクラクラしてる。ですが、なんで俺頭クラクラしてんのかなと思って、今日ずっと、まあ今日休みなんですけど、ずっと思ってたんですよ。で、よくよく考えたら俺昨日酒飲んで、そのまま薬飲む前に寝たなぁって、と思いまして。はい。ということで、ね。今も酒飲んでるんですけど。グレープフルーツジュースの、なんだ、ピーチリキュール割りみたいな。タールが 8mm、 ニコチンが 0.7mm、 吸い応え×後味すっきり、2つの満足が今一つに。フリーズドライ製法のタバコ場を使った全く新しいマールボロということで、最近ほとんどタバコ吸ってないんですけど、まあね、吸っていきたいと思います。お、なんかついてる。これはですね、8mm のやつと 6mm のやつと 3mm のやつがあるみたいですね。はい。フリーズドライ製法か。なんか、食べ物みたいですね。それじゃあ、吸っていきたいと思います。前にも言ったかもしれないけど、なんだっけ、俺の愛するタバコの、ガラムシリーズが全部値上げしましたね。20円ぐらい値上げしました。残念です。が、それでも420円なんで、これ440円ですから。それよか、安いっちゃ安い。まあ、本数が16本入りですからね、少ないですけど。まあ、じゃあ吸っていきたいと思います。ものすごい、これ硬い、これ。これかなりパワーいるわ。あ、これダメだ。めっちゃ硬い。と言ってもこっちも硬いわ。
マイセンっぽくなってる。味が。あんまりつかないですね。味つか香りかな。なんか、マイセンっぽくなってる。微妙。そしてものすごく頭クラクラする。なんかあの香りがだいぶね、なんかすっきりした感じはするんですけど、微妙だなこれは。まあ、マルボロといえばやっぱ香りですよね。後味とか。これ後味がすっきりになった。でも8ミリにしては結構辛いな、これ。結構辛い。うん。結構辛いです。タバコが。うん、あ、鼻がなんかピリピリする。辛いから。個人的にこの鼻ピリピリするの嫌なんですよ。鼻というか喉というか鼻と喉がなんかビリビリビリって辛いからなんか辛くてピリピリってするの。てかさ、関係ないんだけどさ、このライターがさ、ほら、子供の事故を防ぐため着火ボタンを重くしてありますとかって言うけどさ、意味あんの？いや、意味はあるんだろうけど、少なくとも俺だったら、俺が子供だったら、もしこのね、硬すぎてちょっと、自分のパワーではちょっと無理だわってなったら、ライター使いますけど、ライターちゃうわ。なんだ。マッチ使いますけどね。そこら辺どうなんだろう。まあ、マッチとか手軽だからあれなのかな。確かにこの、この重さだと、まあ子供っつっても子供を、まあいいや。なんかね、味が微妙。味がなんか、マルボロのいい香りがなくなって、なんかまずい、マイセンのメビウスのあの香りになってるのと、喉がイガイガするっていうか辛いです。
ので個人的にはまずい二つ星ということで、ご視聴ありがとうございました。